メニューが折りたたまれた状態を表すハンバーガーボタンのアイコン名称の由来である。ハンバーガーウィキペディア日本語版のハンバーガーボタンの記事のモバイルビュー。左上にハンバーガーボタンが見える。ハンバーガーボタンとは一般にグラフィカルユーザーインターフェースの画面上部の隅に配置される押しボタンであり、測らずもハンバーガーに似ていることから、そのように名付けられたアイコンである。 ハンバーガーアイコンとも、トグルメニューもしくはナビゲーションバーとして機能し、ボタン操作により折りたたまれたり、画面上に表示されたりする。3本の応線で構成される、このウィジェットに結びつけられるアイコンは、折りたたみ、メニューアイコンとしても知られる。このアイコンは、ノーマンコックスによって初めてデザインされ、1981年に、ゼロックススターのユーザーインターフェースの一部として導入された。 2009年からはスクリーン面積に制約があるモバイルアプリケーションの普及に伴い復活することとなった。このアイコンの作成についてコックスは道路標識のように極めてシンプルで機能を記憶しやすく表示されるメニューのリストに似せることを意図してデザインした。ごくわずかな画素数でも扱うことができシンプルながらもわかりやすくなければならなかった。 我々は 16X16 16ピクセルだけで画像を表示させたと述べている。ゼロックススター以降で最初にハンバーガーボタンが採用されたと推定される事例は1985年にリリースされた Windows 1.0であり、各画面のコントロールメニューにハンバーガーアイコンが含まれていた。もっともこれはアイコンとしては短命に終わり、Windows 2.0では コントロールメニューを示す一本の応戦に置き換えられた。Windows 95では一本の応戦から、それぞれのプログラム自身が持つアイコンに変わり、Windows 10 Anniversary Update で、スタートメニューに配置されるまで、ハンバーガーアイコンが Windows に戻ってくることはなかった。メニューボタンは、三本の水平に並べられた応戦により、リストを暗示するアイコンによって構成される。この名称は、 アイコンの操作によって展開されるメニューに類似していることによるメニューが表示された状態ではアイコンが3個の垂直に並べられた点に変わる Microsoft Office 365ではこれと同様の3個の四角形が3列に並べられたアプリケーションメニューが表示されるタップやクリックなどのボタン操作によってメニューが展開され常に画面上に表示される メニューバーもしくはタブバーと区別される。メニューボタンを操作した後の種類として、他にはボタンの上にメニューバーがオーバーレイするもの、ボタンがツボタンに切り替わるものなどがある。ボタンに切り替わるパターンではアニメーションするエフェクトを表示するものも多い。折りたたみ、メニューアイコンがありふれた存在となった一方で、初めて退治した際に、その機能が必ずしも一目瞭然ではない。 との議論がある。特に、モダンな象徴的表現に、馴染みの薄い子さんのユーザーにとっては、混乱を招きやすい。モバイルアプリケーションにおいて、スクリーン面積の節約に役立つのと引き換えに、メニューボタンは、画面下端のメニューバーと比較して、インタラクションコストが増大し、同じ情報を得るためにより多くのクリック回数が、必要となる。また、 デザイナーがこれらのアイコン内に過剰に情報を詰め込んで情報を隠したがる傾向が見られるとする議論もある。ありがとうございます。